チュン。いや。チュン！ごめんなさい！俺のせいでカイトが女の子になっちゃったんだ！うん。ああ、わかった。まず座れ。な。俺も、お前も。俺が。とにかく落ち着いて。ゴン。それは違う。その読みが甘かったからだ。読みを外したのはあいつの責任だ。同じ失敗をするな。生きてんのか死んでんのかよくわからんが、どっちにしろ行け。次はどうするか。うん。行け。うん。もっと話せる？俺忙しいし。血も涙もねえのか、お前には。じいさん行って。おめえこそゴンに謝れ。レオリオにもう一発殴ってもらえ。待っててやっから行ってこい。てめえがちゃんと連れて行け。全員敵だな。オッケー。まだ選挙は終わっていません、ゴン君。そこでどうぞ。え、一刻も早く行きたいでしょ。有効投票だと会場の皆さんが認めてくれるでしょう。会長、レオリオが立候補したの？パリストンさんで。レオリオさんは仲間ですよ。だってレオリオは医者を目指してるから。ですよね。では僕たちも投票に入りましょうか。パリストンに一票よろしく。レオリオ、わかってるよ。ジン、ん、行ってくるね。ああ、行ってらっしゃいだろうが。上司ねえのか。おお、あ、ジンが来た。ジンってある意味人気者だね。カイトに念能力を教えたの俺だって。死んでたまるかって本気で思わねえと。多分そういうことだ。謝り方間違えんなよ。わかった。13代会長のパリストンです。副会長にチードルさんを指名し、こととをいたします。そこまでは読めんかった。戻りなさい。会長の邪魔がしたかっただけ。もっと会長と。あなたの教会が退屈なものだったら、次は本気でおちょくりますから。レオリオ、キルアは？わかんねんだよ。俺、キルアにも謝らなきゃ。率直に言うよ。かつ効率よく使えるのは俺だ。だけど、俺がお前ごと管理するなら、最低限の自由は保証してやれる。アルカは俺が守る。何か起きろ。キル、最後だ。家まで飛ばせ。おお、瞬間移動だ。すごいよね。敵なしだよ。キルアを完全なデクにしてもお釣りが来る。自発的に言ってくれないと、今みたく何かに命じなきゃ。いい子いい子して。俺に褒められたくてやってるだけなんだ。ミュージックバイジョーシャン・ラシーダお兄ちゃんが泣かしたの。今もうずくまって泣いているよ。謝るの。何かにも優しくなきゃダメ。何かも守らなきゃダメ。アルカ、ありがとうな。これで本当に大丈夫。呼んでもいいか。俺が間違ってた。今度は何かに無理やり嫌なこと命令されたらって考えたら、本当にごめん。お前は俺が守る。だからもう一度来てくれるか。はい。ダメなお兄ちゃんでも許してくれるか。はい。キルア好き。あなたから伝えてください。かしこまりましてございます。ちょうどあんたみたいな赤毛だ。俺が撃ち殺したのは、その子を追ってた連中が同じこと繰り返してるって思ったよ。
人を消す仕事をしてた。繰り返している馬鹿げたサイクル。このまま奴らに捕まって繰り返す気がした。そこに入ったってことは、あの子は多分みんなうまく逃げてくれたんだろう。俺は死んだ。だがそこで終わらなかった。俺は繰り返すために生まれ変わったのか。俺は自分を守るため彼女を撃った。姿だけ似てるあんたに懺悔することで、最後まで聞いてくれて感謝する。待てよ、逃げるな。お前はあたちと来い。これからずっとだ。これはお前の義務だ。カイト、お客さんだよ。カイト。ああ、ごめん。座れ。何にだ。一緒に戦えなかった。次は俺がカイトを守るよ。だいぶ無茶したらしいな。死にかけた。お互い修行が足りなかったな。ジンさんと会ったそうだな。あ、早く戻ってやれ。必ずお前に連絡する。俺たちはもう仲間だ。うん。ジン！止めたんですけど。ここで待つとは言ってなかったな。さすが世界最大の木。エレベーターか階段で行けますが、そこから先は残る 1% は落下して命を落とします。気ぃつけてな。うん、いろいろ本当にありがとう。あ、ちなみにお前のこと直したの。それ本当？なんでこんなタイミングで。複雑な家庭の事情があってよ。ちょっとこっち。何か呼んでいいか。うん。俺のお願いを何でも叶えてくれるっていうものなんだけど、俺もこいつを一生かけて守る覚悟ができた。これ以上いたらだな。俺はこれからアルカといろんなとこ旅するから。本当は一緒に行きたいけど、アルカいるし。お兄ちゃん解放しますから。あげてんのは俺の方。いい妹だろ。カイトも言ってたよ、仲間だから。お、お前もハンターなんだろ。ダメだよ、この先18歳未満はプロハンター。その年で先客が残した楔や足場を。分かった、ありがとう。10分くらい木にしがみついてりゃ。おい、もうあんなとこまで。先は長いな。安心して身を任せられる。木のささやきに逆らわず進めば。待ちくたびれたぞ。ちぃ、 500m 地点からここまで20分くらいかな。食え。うん。はあ、いい眺めだろう。聞いていい？ああ。ジンが欲しいものって何？目の前にないもの。俺がハンターになろうと思ったのは。うぜえ。俺が行きたかった場所に入るのにハンターが一番現実的だったからだ。一切口外しないことを条件に、15の時に特定非営利活動法人を設立し、俺はいつも今俺が必要としてるものを追ってる。わかんねえか。ネットで知り合ってオフ会で意気投合したそいつらは院生やフリーターだったりした。念願かなって応募の中に足を踏み入れた時、一緒に中へ入ったそいつらと今も無償で役員をしながら、欲しいものより先に来た。今は何を追ってるの？ゴン、
俺たちが登ったこの木は何だ？世界樹でしょ。俺たちが知ってるこの世界はとてつもなく大きな世界の、ある時代のある地域の選ばれた人間は遺物に残してる。今も昔も変わらない。外へ行くために必要なものは多い。許可、手段、資格、契約。道中を楽しんでる最中だ。ジン！ん？カイトに頼まれてたんだ。ああ、そうか。君は目覚めてゆく。道草を楽しめ、大いにな。欲しいものより大切なものがきっとそっちに転がってる。